藤川スルーパス、チャンスだ、北九州こぼれて押し込んだ、同点、北九州。いけたか、スルーパス通る、ここに高田は巻いてくる、どうだ、決まった、同点。アディショナルタイムに入っている。キーパーパンチング、どうだ、決まった。来ました。頭で合わせてチャンスになる佐藤亮、2試合連続得点中、グラウンダーで行く、高澤、決まりました。佐藤亮だ。自分で行くか、佐藤亮、切り返してシュートを打った。こぼれ球、決まった。先制ゴールを決めている高澤がどんどん自分の力で上がる、折り返す、左足のシュート、高澤。PK を決めていきました。さあこのセカンドボール、さあこぼれ球打っていきました。誰を使うか、中央へ決まった。できるか、肩を入れて、チャンスが続くか、池高です。さあチャンス、ヘディング、決まった、高田。さあ小坂が行きます、中にカルドナのファーサイド、高田高田、ムサカです。右サイド、佐藤亮を見ました。そして佐藤亮へ、佐藤亮、決まった。高澤です。縦に出た前川、さあゴール前に誰が来るか、藤川がいた、呼んでいるムサカ、藤川決めるか、ゴール前決まりました。藤川、高澤通りました。鈴木の裏、高澤切り返して横へ、佐藤のシュート決まりました。本村が追い越しますが、乾からダイレクト、高澤が入ってきた、決まりました。前川が決めました。前川が預けて、クロスボールがヘディング、決まった。サイドから上がってくる、ファーサイドにフリーの選手が1人いる、受けて上げて、クロスボールだ、前川、ヘッドが決まった。持ちだろう、中山5試合ぶりでした。シュートを打っていったムサカ、リフレクションが決まりました。キックのまま、どうでしょう、2人の永田です。ボールをキープするのは得意なチーム、中山から逆転します。どう見ます、折り返し、フリーで西村、中央を破っていきたいところ、左サイドからクロスが入る、ボレーシュート、左足、右足、押し込んだか、決まりました。前にいます。ここはボールがよくつながって北九州、さあ永田がオーバーラップ、中に上方、さらにもう一人佐藤か、藤川のシュート、こぼれたところを佐藤亮、こぼして押し込んだ、有賀谷、前川シュート、北にボール要求は長野ですが、中には2人3人入ってる、外から決まった。下げている天野監督、ここもゴール前に行けるか、流れたところ、さあチャンスだ、シュート打った、決まった。小さくありません。返した平山、マイナスのパス、佐藤先制点、注意いたしましたが、右に中山、その中山を動かしていきます。グラウンダーだった、シュートを打った、決まりました。中山自分で行くか、細かく入り込んで、中山のシュート、グラウンダー、オフサイドありません。さあ中に長野が入っていって、そして中へ入れていって、シュートを狙ってきた、決まったか、さあふわっと浮かせたボール、センターに、これは決まったか、うまく体を入れた、そして伊野、シュートは佐藤亮、クロスボールを上げてオーバーヘッド気味に来ました、そしてシュート、相手に当たって入りました。佐藤亮、佐藤のワンタッチ、西坂、さあボールが出て折り返してシュートを打ちました、決まった佐藤涼、切り返して、ヒルで預けた、決まりました、直接狙っていったか、こぼれ球、そのシュートはどうか、決まった佐藤。藤谷から前がいたシュート決まったー！